キーラン・ウェストウッドは、イギリス・マンチェスター出身のプロサッカー選手。アイルランド代表。フットボールリーグチャンピオンシップ、シェフィールド・ウェンズで FC 所属。ポジションは、ゴールキーパー。少年時代、マンチェスター・ユナイテッド FC のトライアルを受けたが、不合格で、その後入団したマンチェスター・シティでもディビッド、ジェームスらからポジションを奪えず。 さらにレンタル先のオールダムアスレティック AFC では手を負傷し試合も出場することなく退団した。マンシー退団後はブラッドフォードシティ AFC やアクリントン・スタンリー FC のトライアルを受けたがいずれも不合格だった。この頃になるとサッカー選手を辞め警察官として新たなキャリアを進むことを考え始めていた。2004年カーライル・ユナイテッド FC に加入。 入団当初は控えだったが2005年5月に正キーパーが負傷したことでレギュラーポジションを獲得した2005から06シーズンは正キーパーとしてフットボールリーグに優勝とフットボールリーグ1への昇格に大きく貢献2007-08シーズンはリーグ1の PF 年間ベストイレブンと MVP に選出された2008年6月 フットボールリーグチャンピオンシップのコベントリーシティ FC に3年契約で加入。入団初年度から活躍を見せ、シーズン終了後チャンピオンシップのピエフェ年間ベストイレブンに選出された。2011年6月、プレミアリーグのサンダーランド AFC にフリーで加入。8月のフットボールリーグカップ、ブライトンホーブ・アルビオン FC 戦で移籍後初出場。 10月のアストンビラ FC 戦で負傷したシモン・ミニョレと交代し、プレミアリーグ初出場。元サンダーランドのダレン・ベントとの1対1を止め、1から1のドローで終わった。その後もしばらく試合に出続けたが、年が明けると負傷していたミニョレが復帰し、再びベンチが定位置になった。2012-13シーズンは、リーグ戦では、ミニョレの控えという立場は変わらなかったものの、 リーグカップでは、モアカム FC 戦やミルトン・キーンズ・ドンズ FC 戦に出場し、勝利に貢献、また敗れたものの4回戦のミドルズブラ FC 戦にも出場した。シーズン終了後、ミニョレはリバプール FC に移籍したがクラブは代わりにビト・マン・ノーネを獲得、両者の間で新たにポジション争いが行われた。2013-14シーズン終了後、 サンダーランドを退団。2014年7月、チャンピオンシップのシェフィールドウェンズで FC に2年契約で加入。チームにはすでに元イングランド代表のクリスカークランドが在籍していたが、ポジションをダッシュし43試合に出場、クラブ記録となる17度のクリーンシートを達成した。この活躍から、同クラブでは1990から91シーズンのナイジェル・ピアソン、 デイビッド・ハースト、ジョン・シェリダン以来となるピエフェ年間ベスト11に選出された。2009年5月、ポルトガルでキャンプを行う A 代表のメンバーに選出された。同月の親善試合、ナイジェリア代表戦で初キャップ。9月の親善試合、南アフリカ代表戦にも出場した。2011年3月、UEFA ユーロ2012予選、マケドニア代表戦に出場。 UEFA ユーロ2012本戦のメンバーにも選ばれたが一試合も出場することなく大会を終えた。本大会を最後に代表からの引退を表明していたシェイ・ギブンから背番号1を受け継いだ。しかし間もなくデイビッド・フォードにポジションを奪われた。ありがとうございます。